こんにちは。私はクリムローゼって言います。そしてここは私の故郷、惑星ポイーン。ここでは人型やロボ型のいろんなロイドたちが仲良く暮らしています。緑が豊かで空気もきれい。宇宙で一番平和な星、それがこのポイーンのキャッチフレーズなのです。でもまさか私たちの長い冒険がこの平和な星で起こる小さな事件から始まるなんて。この時はまだ誰も思いもしていなかったんです。そうだな、こんな日はお日様を浴びてぼーっとするに限る。ゼロ君、うちのおじいちゃんみたいなこと言ってる。よしてくれよクリム。俺は生まれてまだ20年も経ってないんだぞ。ロボだから外見は変わらないけどな。ごめんごめん、あんまり似てたからつい。それにしてもゼロ君、外見以外は少し変わったよね。急にどうしたんだ。なんだか昔のことを思い出しちゃって。ゼロ君がこの星に初めて来た時はもっとこう時間に追われてる感じで。船を直したら俺はすぐ次の星を目指すぞって言ってて、のんびりするっていうのとは真逆だったじゃない。あの頃はいろんな星々を冒険することだけが生きがいだったからな。この星の居心地の良さに浸って俺も少し変わってきたのかもしれない。そしてゼロ君も今では立派なおじいちゃん。おいおい。冗談だって。だが居心地が良くて長居はしてしまったが、そろそろまた冒険の旅に出ようと思っているんだ。もしかしていつも修理してる宇宙船ついに直ったの。ああ、今朝方最後のエンジン出力の調整を終えて修理はもう完全だ。これでいつでも出発できる。ゼロ君、ゼロ君、約束忘れてないよね。ん？何だったかな？忘れたなんて言わせないよ。宇宙船が治ったら私も冒険の旅に連れて行ってくれるって約束だよ。ちゃんと覚えてるさ。そんなに慌てないでくれよクリム。もう何のためにこの数ヶ月ゼロ君と一緒に訓練してきたと思ってるのよ。いやクリムは筋がいい。君の実力はもう一緒に旅をする友として心強いと思えるほどだよ。本当？私、足手まといにならない？あ、もちろんだ。やったー！ついに私も冒険に。ゼロ君の話に出てきたあれやこれを自分の目で確かめられるね。あれやこれ？俺そんなにクリムの興味をそそるような話してたかな。いっぱいしてたよ。空一面に輝く大星団の話とか、超強い青い月の民の話とか。おお、よく覚えてるものだな。当たり前だよ。どれだけワクワクしてたと思ってるの？あとね、ゼロ君、どうしたの？怖い顔しちゃって。何か聞こえないか？え？何かって？危ない！なに？この爆発は
バズーカでも撃ったような音が聞こえたが、まさかそんな。え？バズーカ？嫌な予感がする。俺は森の向こうを見てくる。一体誰がこんなことを。ゲッゲッゲゲ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 ゲゃゲゲ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 急がなければ。レディーファイ
るほど、そういうことか。
ゼロくん、何か落ちているわ。これは一体何だろう。お金かな。いや違うぞクリム、俺も実物を見るのは初めてだが、これはきっと。ステージクリア。